一柳末徳は、江戸時代後期の大名。張間国王の藩十一代藩主。明治維新後に家族となり、貴族院議員を務めた。丹波国綾部藩主、久喜隆氏との逸尾として誕生。幼名は、宝五郎。仙台藩主、一柳末彦の養子氏となり、文久三年六月九日の末彦の隠居により、家督を継いだ。 慶応4年の母親戦争では早くに新政府に基準して北越戦争に出兵する。明治2年の反石奉還で中藩児となり、明治4年の廃藩地検で上京する。その後は慶応義塾に入って英学を学んだ。明治12年には東京芝区会議長となる。明治17年の家族例で施策となり、その後帝国博物館員を務めた。後に、 貴族院議員を4期ほど務めて、肖像医、君山等に助せられ、1920年1月17日に、辞職した。大正11年3月7日、兵庫県明石市大倉田に本邸にて死去した。去年73、長男のジョージは、文家、次男の慶像は竹に養子に行った。慶子とされた三男の強氏は、大正天皇の学友の一人であるが、家督相続前に死去。 強氏の長男の一柳末光が家督を継ぎ、死者区となった。四男の今日は溶接。ありがとうございます。